目指す体、みんなそれぞれ違うと思います。肉体美、筋肉の美しさを追求していく人もいると思いますし、アスリートはその分野のやっぱりよりレベルアップ、そのために鍛えていく、いろいろあると思います。私の場合は、戦える体を作るというのがコンセプトですね。まあ、ボクサーのように実質的で持久力と瞬発力、そして強さを兼ね備えた筋力、もっと言うならば、サバイバル、まあ、海とか湖、山、谷、渓谷、極寒の街にも行くこともあるかもしれませんね。まあ、そういった極限の環境の中でも生き抜ける力、死なない体、そういったものを、強靭な肉体を作っていきたいというのが一つの方向ですね。弱ければ負けてしまいますね。それはアスリートが対峙する相手に対して、また競う相手に何かが弱くて負ける。メンタルなのか、持久力なのか、パワーなのか、環境に負けてしまって、鬱になるとか、環境に負けて遭難していく、もしくは死んでしまう、そういったこともありますよね。やっぱ打ち勝つ力、それを養うためのワークアウト、それがね、コンセプトです。自分を弱い部分を知って、そこを鍛えていく、そこを磨いていく、この作業はただ筋肉、体作りだけではありませんよね。全てに通じていることだと思います。ワークアウト、必ず人にとって必要な作業かなと思いますね。何をするにも健康が第一ですし、どこで何を得て、だから感じて感動して、そういったものをね、センサー、自分自身を維持するために、またその感度を一層磨くためにも、ワークアウトは必要かなと、しみじみ思いますね。ふぅ、まあ7ヶ月、このような森に入ってからは5ヶ月が経過しましたが、YouTube も自分自らが編集作成に、挑戦してみて、もう3、4ヶ月経つかなというところですけれども、本当にこのコロナの期間にむしろ新しいチャレンジ、まあ、やり方を変える、生活の様式を変えていく変化というものを、不便さも感じながらもね、楽しんでやってこれてるかなと思いますし、新しい挑戦ができているのが何よりも大きいかなと思います。いやー、 YouTube もね、あまり戦略的に、コンセプトを明確にしてやってきたというよりは、生活の中でその都度起こる変化をそのまま表現して、やりたいことをもうやってきたという感じなので、正直多くの、ね、人たちに、感動を発信するというところはまだまだ遠く、
達成もの道も遠いなという感じですけれども、思いっきり制限なくやりたいことをやってきた、表現してきたというところは、まあそれはそれで良かったかなと思いますし、100本ね動画作ってきましたけど、そうして初めて見えてくるものもあって、やっぱり川もね流れ続けないとこう削っていかないし、川幅も大きくなっていかないと思いますけどね、最初はちょろちょろの流れですけど、まあやり続けていく中でね、より大きく深く強く流れもねできてくるかなと思いますんで、これからもやっぱ人生は素晴らしいと、もう一番はそこですかね。まあそれは私だけではなく全ての人の人生は素晴らしいじゃないかと、これを伝えていきたいですね。だから生活を切り抜く、特別な状況、特別なシチュエーションじゃなくて日常を切り取って発信する、思い通り海外を拠点にっていうことをコンセプトに日本出ましたけど、それは叶うどころか日本のね、こんな森の中にいますけど、これもまた人生変化を楽しんで、この環境を最大限楽しんでやっていく、それもまた動画のネタになるんで、人生の変化と日常を切り取って、お送りする限りネタが尽きることはないでしょう。はい、もうそこら辺に歩いてる、這ってる虫とかをね撮って前回はアップしましたけど、うん、気持ち悪いと思って引く人も多くいると思いますがね、まあ中にはね、うおっと面白いじゃんという人もいるかもしれませんね。自己満足、究極の自己満足、我が人生は素晴らしいと、それを発信し続けて、あなたの人生も素晴らしい、そんなことがね、伝えられたらいいのかなと思いますね。 I'm crazy? Yes! Be crazy! Thanks!